ちゃんとキッチンが。ガスコンロが汚れてる。今さ、さっきお米炊いたの忘れててやばいと思って、まだ料理40分はできない。ちょっとこれ拭いたらテロップ書こう。ガスコン汚れてた。よいしょ。よいしょ。テロップ書こう。最終日、作るの、ちらし寿司とお吸い物。あ、お吸い物レシピ私の家になってるの、ちょっと待って
ただいま。ちょっと勧誘されてた。これちょっとなかなか帰ってこれなかった、ごめん。よし、ただいま。ただいま。逆してない。時間ないって言って戻ってきた。渋谷さんじゃない。そういう、そう、びっくりした、荷物が届いたのかと思った。荷物頼んでないのに。ちょっと待って、かさとみとさん、ひなー、おひなさまタワー4つもありがとう、ありがとうございます。え、ちょ、そうはさ、今日メモ帳買ったのよ、待ってくるわ。毎年一緒なかった、ありがとう。ちゃんと覚えてた、めくれない。おもちを買って、材料も買ってきた。うん、ヤースさんも熊タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今日は3月3日、なんかメモを取ってる人いて、おひなさまとは、もう1個の携帯、私充電あるかな、充電レシピが見れない。4つ分で書いとこう。おひなさまってどんだから頭につけてんの。これ書いたら悲惨なことになりそうだからやめとこう。私が書いたら、これ、このお花描こうかな。難しい。手に持ってるか。OK。風富人さん、おひの、おひなさまとはありがとうございます。4つもありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。ありがとうございます。あと、よし、今日も花粉やばいね。
スーパー行った時くしゃみ止まんなくなっちゃった。ゆずさんは困ったわ。ヤスさん、クマタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう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 、いっぱい。ありがとうございます。かわいいんだ、やばい。昨日、今日。ごめん。ごめん、あと25分だって。早く炊けないかな。何分前ぐらいに寄せ物作ったらちょうどいいと思う。10分前とか15分前ぐらいかな。熱すぎるの飲めないから猫舌で15分前ぐらいから使い始めるかな。うん、良い。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。みんな良いだ、ありがとう、ありがとうございます。うん、なんか花火上がってるってことは、レベル9達成したっぽい。ありがとう。120万ポイント、ありがとう、たくさんありがとうございます。シナモン、シナモン、シナモン。ありがとう。以上、チラシ寿司はね、チラシ寿司の素。買った。1.5号だよね、そう。五目寿司の素。これ錦糸卵はもういいや、めんどくさいし、今日売ってたの錦糸卵でも別に買わなくていいかなと思って買わなかった。いつもさ入れない、もうこれだけだもん、これ、この元だけいらない。携帯送ってくる、もう一個のレシピがない。携帯持ってきた。でも充電なかった。クワジャンプもあったけど買わなかった。だからこの元のみでエビも買うか迷ったんだけど買わなかった。全部迷って買わなかった。もういつものでいいやと思って、いつもこれだけだもん、いらない。これだけ。全部結局買わなかった。早く充電で終わんないかな。充電足りるかな、いけるかな。いつもマーチやしだし、うちの家のちっちゃい子の声聞こえる。
これだけで。でもこれだけでもね、十分ね、美味しい。錦糸卵ってどうやって作るの？作り方知らない。充電消えてるけど、錦糸卵を細く切るだけ。普通に卵さ焼いて切ればいいってこと？なんか一枚一枚焼いて、卵焼き焼いたらちょっと違くね。卵焼きで錦糸卵めんどいって言うよね。私のお母さんも言ってた。めんどいって。え、卵焼き作ってやんの？知らないんだけど、やり方。それとも普通に一枚一枚で作って重ねて切るだけ？どういうこと？どっち？え、卵焼きを作るの？巻いちゃうの？巻いたら違う？で、一枚一枚にして切るだけ？何枚か作ってそれを、そういうこと？丸に1枚だけで十分。卵1個分で作れるよりも卵で作るか、1枚1枚作って巻いて切るのか、そういうことね。そっか、うん、行ってみるか。めんどくさいけど。花粉やばい今日本当に。花粉そろそろ15分だ。作りたいんだけどさ、携帯の電源がまだつかない。お、ついたついた。ついたけどちょっとモバシューがあんまなさそうだな、バッテリーの。いや忘れてたのよ、この携帯を使うことを。忘れてた。とりあえず作るか。錦糸卵は後でいいや。これお吸い物できてから。お吸い物は何だっけ、お麩入れたくって、あのでかいお麩、あ、ペットボトル取れた、使ってくれた。でかいお麩買ってきた、仙台麩。絶対お吸い物じゃないけど、でかいお麩、これを切って。お麩美味しいじゃん。あとお豆腐だね。お豆腐も買ってきたよ。お豆腐、お豆腐、お豆腐こっちね。じゃあレシピ。卵湯はないです。ないです。あ、充電切れてるわ。終わるバッテリーない。新しいの持ってきます。ついてない、充電。OK。
以上。お吸い物。吸い物。外出てた。いや、外出て、外出た。中断って中盤しかない。大丈夫かな。携帯の反応遅い。大丈夫か。お麩と豆腐お吸い物で、そんな入ってないよね、お吸い物ってく。携帯が反応しないんだけど、やばい。充電が、充電も反応しない。モバイルも反応しない。 OK、 待って、反応しない。一旦待たなきゃ。レシパックはない、持ってないからつかない。特典獲得ポイント、そう、4位のやつは4位のやつ達成してる。4位、ありがとうございます。なんか充電がされないんで、なんでだろう。ちょっと待ってね、レシピを調べる。携帯が重いぞ。検索画面に行けないんだけど、どうしよう。ちょっとさ、充電がうまくいかないから違うコード持ってくる。ちょっと待ってね、これ。やつ持ってきた。これで。これならいけると思う。まだ全然作れてない。アップデしなきゃだった。え？今アップデートしたの、なんかまたアップデートね。なんで？早く、あと1時間後にはひなことのコラボ配信するからさ、早くしなきゃいけないんだけど。早く。なんかアップデートしてもアップデートしてもアップデートになる。あ、これできるか。なんだっけ、お吸い物レシピ。何で見たっけな。え、どれで見たっけ、レシピ。待ってね、あった。
し汁を沸騰させて調味させて、抜き酒と豆腐を入れて最後に、あ、不足なくしてる、沸騰させないないで、だし汁ってさ、白だしだからだし汁4から5カップじゃないか、お吸い物あった、4カップ4から5 4人分あるんだけど、でも全部それに合わせるか、1人前でこれ15の水200って書いてある、4800ん60、これ60、インスタントのお吸い物はないですないです、そういうことだよね、65、これ62、15、白だし4倍で作る、これが4人前のやつだから60、あれなんか70なんだけど、これに水が800、よいしょ、スカートがさっきからペットボトルに引っかかる、800、お水800、全然300入ってなかった、300でしょ、これが、600、200、ねえ、これを沸騰させば、あったか、で、あとで調味料、あったかい、エプロンつけよう、あ、そうだ、エプロン干してるんだ、すぐ取ってくる、ちょっと待ってて、
こりしてた。エプロンどこにあったか分かんなくなってた。ちゃんと見てた。行ったり来たりしてた。あったこっちに。暖を取るこうやってあったかい。沸騰するまでね、待機だから。お米あと9分あったかい。コロナの日、あやちゅうないガスコンロ。お米コシヒカリじゃないはず、なんかわかんない、忘れた私が買ったんだけど忘れた、なんだったっけな、覚えてないや。あったか。洗面前じゃない、ちゃんと洗ってするやつ洗うやつ。何つった、あ、これここら辺、これがフライ返しで、これがお玉レンジフードのところにね、引っ掛けてるの、あの吊り下げるやつを。ご飯はちょっと固めにいつも炊いてる、いつもちょっと固め見切れちゃうのここ、仕方ない、まあいいや。テレビ明るくしてない、多分色落ち。そろそろ行かなきゃ、1ヶ月ぐらい経った病院。あったかい。今日はね、このちらし寿司のもとで作るから、ちょっと固めに炊くの。確かこれちょっと固めで炊くとき、使うとき。どうしないまだ。もうちょいかな。これ沸騰したら、お酒とみりんと塩と薄口醤油。もう今日彩りないな。ネギとかもない。まあ、いっか。別にね。いっか。ご飯ももうちょい。ご飯あと5分で炊ける。塩気ないよ。ボウルで作る。これ。これで。そんなもんない。専門できたら卵作ろう。あったかい。もうちょいかな。沸騰するまで。酢飯から作る。いや、これ混ぜるだけ。混ぜたらできる。ご飯にこれ混ぜるだけ。高い。
寒いから今日。夜ね、夜じゃないわ、昼だ。夜ご飯今から。昼ご飯に、昼ご飯っていうかちょっと遅めのお昼ご飯食べたんだけど、に油そば食べたの。油そばのお店がめっちゃあったかくってさ、結構暖房効いてて、外出た瞬間寒すぎてびっくりした。油そば食べた。温玉付きの油そばにした。そろそろいいかな。お酒大さじ3借りるかな。借りるか。大さじ3こんだけしかない。買わなきゃ。買ってないよまだ。大さじ3目分量ですね。こんぐらい、多分こんぐらい。みりん大さじ1。みりんはなんかでかいんだよね。そう、みりんはでかくって全然使い切れない。硬いな。大さじ1塩分量です。適当。はい、こんぐらい。ハム、で塩小さじ2分の1から1、小さじ2分の1ぐらい、小さじ2分の1はどんぐらいな。そこに小さじあるから、これ小さじだよ。あ、これは小さじ2分の1か。それぐらいの量。みんなだ、あれで測るの面倒くさいから。これぐらいか。小さじって意外と多い。これぐらい、これぐらいかな。でもそう、見ながら測るの。適当。で、薄口醤油はないから濃口、普通の醤油、お醤油を大さじ2、濃口醤油オン。フレーム、ありがとう。多くないか、多いかな。まあいいや、その水出せば。大さじ2、どんぐらいだ、これ。か、濃かったら水を足せばいい。そう、なんか濃い気がするな、匂いが。ちょっと味見するか。お米を使うときにちょっとだけこうやって壺。熱そう。なんか思ってたお酢のものとちょっと違うぞ。ちょっとだけ水足そう。と思ってたんですよ。あとお米炊けた今。ピピーって言ってた。炊けた。いや、くしゃみ出そう。
もう一回ちょっと味見しよう。見えないか、湯気がすごいな。うん、いい感じで、で、えのきはないわ。えのきと豆腐って書いてあったから、豆腐とこれ仙台風仙台風先に切る、入れます。ちょっと待ってて、仙台風切るから。お麩を、このでっかいお麩を、すごい音してた。仙台風切った。ちょっと細いな。これ入れる。仙台風。あ、めちゃ沸騰してる。ちょっと待って。今切る。絹豆腐。どんぐらいでかな。まあいいでしょう。手の上で切るとさ、入れる時がむずいんだけど。手の上で切った。豆腐が崩れそう。で、この豆腐めっちゃでかいんだけど食べたい豆腐1個だけ、普通に1個だけ食べたよかな。お、ちょっとでかいの、めっちゃでかいの食べよう切り方おかしい。どうしよう。
好きな、私使ったやつは。それで、卵。錦糸卵。あんま使い方分かってないから、ちょっと噛んで。錦糸卵は噛んで。やばい、きなことのクラブ配信が始まっちゃう。あと30分くらいで終わらせないとやばいぞやばいぞ。ちょっと同時に作りたいな。入れる中に入れないの多分。え、なんか入れる、これ知らないんだけど何にも。え、卵焼きと一緒、あ、卵焼きだとなんか入れる、え、入れる、作ったことないから知らないんだけど初めて見るよ。入れるの、もう入れなくていいか、普通にご飯に味があるから、あのチラシ寿司で。油、油もあんま入ってないや、買わなきゃ。ちょっといろんな調味料が結構ないぞ。冷蔵庫なんか最近なんか音するんだよね。開けたら怖い。なんでこれ、何知る、分かんないんだけど、めっちゃ音してる。開けたら止まんないな。あ、ほら止まるんだ。なんだろう、え、なんかここ最近 1,2 週間とか、あ、また鳴るけど、なんだろうね、ほんとに。壊れそうなのかな。そんなに2年ぐらいしか使ってないとこの冷蔵庫やばくない。卵美味しそうだよね。すごい、え、薄く、もうちょいか。火が強いかも。これ普通割り箸でいかない、割り箸じゃない、もやしでやんないのかな。片面だけ焼けばいい。フライ返しかな、これ。これってフライ返し？フライ返し？言いづら。
頼むかな、卵。あんま焼きすぎても出ない、焼きすぎた方がいいのか、いや、わかんないわ。で、フライパンじゃないわ、まな板の上に乗せればいいよね。あ、すごい丸まっちゃった。卵じゃない、豆腐全然違う。逆にあれ、火いつ止めたっけ、私止まってたわ、卵のやつ。違う？細く切れてないけど、細く切るのはむずいよ。こんな感じじゃない？なんだよね。
具が増えたのね雑穀で。時間やばい？あーどうしよう。これさ、3合炊いてるの半分だよ。お米すごい美味しそう。これだけでも美味しいんだけど、今日はお米スプーンで混ぜちゃおう。しもじないから、はい、これビリビリ初めて食べる。いつもさ、寿司太郎でさ、今日ちょっと安いの買ってきた。今回は安いやつ。混んでます。寿司太郎美味しいよね。ちょっと今回は安いの買ってみた。いい匂いする。うちも毎回寿司太郎だけど、うちの家は。
早くしないと間に合わないぞ。ひなことのコラボ配信に間に合わないぞ。もうちょっと混ぜたらいい感じかな。いい感じじゃない？すごいついててきたの。はい。いい感じ。お茶碗。お茶碗。ほぼ卵しか見えないけど、ちらし寿司。ほぼ卵。こんな具沢山だったっけ。ちょっと待って、仙台風でかすぎてめっちゃ具沢山。こんな具沢山だったっけ。まあいっか、端っこいいな、仙台風の端っこ食べたい。具沢山のお吸い物と、危ない、ちらし寿司見えないけど、これ見せようとしたらこぼれちゃう。完成。ちょっと向こう持っていくね。後で片付けなきゃ。これはい、さあ向こう三脚用意してないんだ。ちょっととりあえずこれ置いてくる。あと三脚用意してくるね。ちょっと待って。向こうに移動します。あ、お似合いそう、お似合いそう。移動移動移動するよ。よし、
待ってね。これや。ミュートにしてた。あぶね。お箸忘れたから持ってくる。よし。ご飯。やっとご飯。水なくなっちゃった。よいしょ。よいしょ。お水。しこ。いただきます。まず口の。お吸い物、具沢山のお吸い物ちょっと一個一個大きな豆腐、もうちょっとちっちゃく切ればよかった。でかいんだよな大雑把なとこでちょっといってきます。うん、おいしい。初めて作ったお吸い物、おいしい、いい感じだ。仙台風うん、しょ、いい感じ。味は普通においしい。具がでかいけど、ちらし寿司、卵しか見えないけど、うん、うん、え、こっちのちらし寿司の素も美味しい。やばいよね、アホゲン。やばいんだよ。いや、思った朝出かける前に配慮してて今日やばいなって、うん、諦めた美味しい。卵いいなめんどくさかったけど作って、うん、静電気かな、やばい やばくない。収まんないんだよ。まあいいや。おいしい。いい感じの濃さ。
アホ毛がいつもより、うん、箸長いよ。普通だよ、普通の長さ。手がち、あ、確かに手が手小さいかも。お菓子は湯島塗り、分かんない。百均のお箸、百均の何個か入ってるお箸です。美味しい、このチラシ寿司。間に合うかな、ひなことの。今何分だ？ちゃんとテレビ見るか。やばい、あと6分だぞ。コラボってさ、どうやって、あ、コラボのさ、コラボ配信ってどうやって送るんだっけ、送信の仕方。今から送ってもらわないとダメだ。受信リクエスト、受信のところしかない。なんかに送ってもらおうか。それか私が一回やめるかしかなさそう。ひなこに送ってもらおう。そうしよう。そうする。確かに、ひなこ忘れてないってさ。送り方わかるかな、コラボ配信の。わかるかな、それがわかれば多分大丈夫だろうけど。私でも連絡取れない配信に、携帯で配信してるんだろう。何も送れないのよ。起きてるんじゃない？9時過ぎたら考えよう。多分大丈夫だよ。コラボの仕方が分かんないはありそうだけど。
作り方が。やんなかったら電話だけど、電話するんだったら一回私配信切らないといけない。携帯でコラボ配信するから配信切らないといけなくなっちゃう。昨日は変な時間に配信してた。あ、何時にやってたの。なんか LINE でラインするにもね、一回携帯でログインしなきゃいけないの。言われ読み込んで、4時45分からやば配信してたの早朝。寝ないで朝配信、だと思ったよ。みなこが朝に配信するってことは絶対に終わるじゃん。コラボ配信1時間ぐらいのつもりでいる。おいしい。あ、今日夕方も配信してたの15時半。珍しい、きのこがそんなに配信すんの。うーん、なんか1位狙って、このイベント。嘘つけつけ、イベントの終わる時間も分かってないくせに。イベント終わる時間分かってなくて1位狙ってるは面白すぎるだろ。面白すぎる。うん、21時。うんうんうん、全部食べた。リクエストはまだ来てないね。でもライム来てない。どうするか。送り方分かるかな、コラボ配信の。送り方わからない可能性高いけど、なんかまだ配信始めたんだよね。それだったらあれだね、送ってもだよね、なこにリクエスト。
どうしようか。覚えてるのかいな、こうでどうやって連絡取るか。一回こっちのスマホに配信切り替えるとか。ちょっと画質悪くなるけどいい？よいしょ。ショールーム、あ、ちょっと待って、ショールームこれログインしてないんだ。もうちょっと待って、今ログインしてる。LINE も来てないぞ、ひなこ。どうなってるんだ？LINE はさ、通知が上に来るじゃん。だから来たのは分かるんだけど。やばい、パスワードが違う。なんだっけ。うん、OK。こっちで配信切り替えて。待ってね、配信切り替える。決定後。切り替わったかな。ちょっと待って、よいしょ。めっちゃさ、顔近いよね、距離。画質悪いし。ちょっと待って、ひなこと連絡がつくまで待って。まだこっちで連絡が。LINE してみたけど、あ、ひなこの通知来た？あ、ちょっとコラボのやり方が、コラボ配信の仕方忘れたってきた。だと思ってた。ちょっと待ってね、一回さ、配信終わんないと、私が終わんないとひなこに送れないかも。ちょっと待ってて、一旦切れるね。ちょっと待って、一瞬だけ終了。ちょっと待ってて、くはらひなこ、ちょっと待ってね。きしゃ、全然来ないんだけど、ひなこのルームが。え、奥原ひなこっていう名前じゃないの？ちょっと待って。ちょっとひなこのさ、ルーム名、なんだ？お探しのルームありませんでしたって出るんだけど。誰かさ、ひなこにさ、一回配信終わって、配信始めるとき、配信開始のボタンでコラボ配信のところ押してって言ってくれない？ちょっと一回配信やめなきゃいけなくなっちゃう、また私が。誰か言って、ひなこの配信で。一回配信をやめ、終了して、もう一回始めるを押して、ねえ、コラボ配信のところを押してほしいって。始めるときに、コラボ配信のボタンを押して始めてほしいって誰か言ってくれない？そしたらいけるはず。両方この画面になってないと無理なのかも。なんかルーム出てこなかった。
このコラボ画面にならないと。この黒いのが。いけるかな、これで。とりあえず一回切った？ありがとう。ちょっと始まったら。リップ持ってくる。なんかまだ来ないから。始まった？待ってね。え、出てこないんだよ、ひなこのルームが。ひなこ！え、普通に配信始まったらダメだ、多分。このコラボの配信。配信始めるときにね、コラボのやつが出てくる。普通の通常配信か、コラボの配信かで選べるんだけど。で伝えて、そうコラボの押し方忘れたって言ってたから、誰か通常配信の方じゃなくてコラボの方選んだらいけるはず。だって名前が出てこないんだもん。じゃあ左利きじゃないよ、右利きだよ。こっち右。反転してる？あ、だからかコラボ反転するのか。全部食べた。うん。米がちょっと残ってた。こっちも。完食。ごちそうさまでした。私は右利きです。ひなこ？どこ行った？携帯買ってもう一回ラインするか？とりあえずリップ塗ろう。ひなこ、どこ行ったんだろう？ちょっと待ってね。切り替える配信。連絡しよう、ひなこに。あ、ひなこ戻ってきた。また普通に配信始めた？ひなこ。違うんだよ。ちょっと待って、携帯の画面が横にならない。だって私これ携帯戻したらさ、コラボ配信が変わりそう。なんでひなこの名前出てこないんだろう。小原ひなこで調べてんのにさ、
リクエスト申請で探すんだけど、出てこないんだよ、ひなこの名前が。頑張ったけど、うまくできない？配信はじ、開始ボタンを通常じゃなくて。ずっと待ってるんだけど。フリー枠とタレント枠コラボでいけ、嘘？できないのかな？フリー枠同士じゃないと無理ってこと？出てきたけど、いやね、私のね、コラボ、リクエスト申請のとこでできないから、多分ひなこがコラボ配信にしてないから。出てこないんだよ。違うかな？違うのかな？わかんない。おかわりひなこって調べても出てこない。リクエスト申請。コラボって選択しない。嘘でしょ？嘘だ。え？わかんない。ひなこの画面がわかんないから。ラボの選択肢。枠が違うから。え？違うのか。え？来週けど返信がない。私がね、携帯、端末変えてないからだよ。ちょっと待ってよ。端末変えるか。充電器。ちょっと待ってね。端末を変えよう。携帯を。アップすぎないか。どうやったらいいんだ。配信。大丈夫。あ、ひなこが電話かかってきた。もしもし？ ね、あのさ、ライブ開始押すときに、選択肢2個出てこない？嘘？嘘でしょ？ でしょ？じゃあ できない。え？ひなこ帰りたいみたい。 え、なんで？ え、なんで？だから枠変わったからかな。また今度するか。できた？これ間違いがない。嘘でしょ？確かに。できないじゃん。泣くな。
なんでだろう。なんか配信ジャンルって書いたところにさ、通常ラジオコラボ配信ってない？ラジオまでしかないの。やば。え？じゃあ諦めるか。一回諦めてみようか。そうね。じゃあランク？確かにランクどこ今 B とか？え、あランクがわからない。関係あんのかな。確かに確かに。じゃあ一回ランク上げてもらって、そっからランク上げてもらって、そうしようか。じゃあ解散。解散で、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと待って、私さ、一回通常配信に切り替えるね。無理だった。一回やめないと無理っぽい。で、配信を通常ちょっと開けます。何から？それと一緒かな。めっちゃコラボ配信する気でいたのに。ごめんね、できなかった。ひなまつり。ごめん、ひなこのランクが上がってからまたやろう。カラオケできるの何から？ B の何から？わかる？みんな。それが上がればできるのかな？ランクの問題かもしれない。なんかコラボの表示がないんだって。もう無理だって、それなら。コラボの表示がないって。そう。配信押すときに、開始押すときに、通常配信かコラボ配信を選ぶのね。配信開始をしたら、配信を始めますかの、はい、いいえしか出てこないんだって。コラボ押せないらしい。そう、あと配信ジャンルってとこにも通常ラジオコラボ配信ってあるので、このコラボ配信がないらしい。通常ラジオしかないらしい。無理だ。短時間にメニューなのコラボ配信管理か、コラボ配信機能をオンにしたとコラボの選択ができない。それがないらしいよ。コラボ配信管理っていうのがないらしい、そもそも。もう無理じゃん。無理じゃん、ひなこ。あ、待って、5位に下がっちゃった。5位下がっちゃった。チャキちゃんだ。つん、まあちょっとひなこのランクを上げてもらって、そっからやろう。コラボ配信。ごめんね、めっちゃそれ気でいたのに。コラボ配信できなかった。
ちょっと待ってて、ひなこが配信をしてくれたらランクが上がるはずだから、それそれ待ちで。うん、ティンさん、ひな祭りだっけ、ひな祭りって書いてあるの、ひな祭りタワー、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ね、ありがとうございます。よいしょ、ペンあった、ありがとう。そう、配信する気でいたのに、これ配信ちょっとまた今度するから待ってて。3月3日インさん、生ツイート、今度リベンジするよ。せっかく久しぶりにねできると思ったんだけど、まあ仕方ない、コラボの画面がないのは。ティンさん、ひな祭りタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとうコラボ配信の申請はね、そもそも送れなかった、ひなこが出てこなかった、調べても枠は関係ないかもしれない、ひなこのだってコラボのあんて押すところがないんだって、ひなこの画面に。そう、そもそもね申請送れなかったの、ひなこに。調べても出てこなくて、あのランクが関係あるか。新しいメモ帳買った、今日買ってきた、前回と同じやつ買った、昨日。メモ帳、よっ、ひなこが入ってくるおひなこのランクが悪いだから、おひなこが悪いけど、ひなこのランクがね、ちょまだ足りてなかったんだよきっとちょっとまた今度する、ごめんね、めっちゃそれ気でいたのにできなかった、次会った時にひなこの画面見せてもらおうなんでないの、ひなこ普通にやってるよいしょ、じゃあそれであげてもらってクラブ配信できるところまでありがとう。もうちょっとした。これ。ひな、おひな様。ここら辺か。お、あって10個くる。ありがとう。これ合ってる？みんな。むずい。もうちょい。お、ここか。ここだ。ありがとうタワーありがとう、ちょっと終わるまでここにいよう面白い次々来る、ありがとうありがとう、写真撮れたすごい、だってこれいつ終わる、終わった、ありがとう カズさん、カズとマーク、許可タムズさん、これなんてやったらいいんだろう、調べてみよう、フレームのやつもしよかったなナイス、忙しい、あ、待って、こっちでライブ配信開始しちゃった、ちょっと待って、戻ったかな
っちでショールームのさギフト見ようかと思った、ギフトの名前見ようかと思ったら持った、持ってるかな、あよかったよかった、間違えた、配信開始間違えておいちゃった、ひな祭り顔でこ、ひな祭り顔でこ、ひな祭り顔デコタワー、むずい、ひな祭り顔デコタワーありがとう、ありがとうございます、ありがとうねひな祭り顔デコタワー、長いな名前、何がいいかな、名前長くない、3月3日、カズさん、どうしようか、訳してひなこ、ひなこ最初と最後撮ってってこといやもういっか、全部ひなこタワーやばいだひな祭り顔でこタワー、全部かけた、うん、カズさんひな祭り顔デコタワーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうねありがとう、ありがとう、みんなありがとうございますね、コラボ結局できなかった、ごめんね、また今度絶対する、できるようになったら、なんかまだカラオケも多分できないから、カラオケできるようになったらできるんじゃない、ひなこのカラオケ配信ができるようになったらコラボ配信もできそうだけど、コラボヘルプにフリーライバーか申請することはできませんって書いてある、あじゃあもうひなこから送ってもらうしかないってことか、そういうことね、あのまあでもどっちにしろひなこのレベル上がんないと無理かも、ひなこの画面になかったんだってコラボっていう文字がなかったんだって、だから携帯充電つけとくか、それが出てくるようになったらいけるかな、ひなこの画面に、また今度やる、できたらずっとやる、あグランツさん、グランツアットマーク許可たまださん、あ2つ、これさ男の子の方なんて言うんだっけおひなさまタワーとなんだっけこれ、おだいり様、おだいり様タワー、なんかおひな様、おひな様タワーとおだいり様タワー、ありがとうございます、ありがとう、クマのやつありがとう、ありがとうございます、おだいり様、あよい戻った、ありがとうございます、ありがとう、よい2世目じゃない、じゃあ男の子は怖いんだから、本当にあれ怖かったな、もう絶対にしたくないグランツさん、お代理様、あと30分か、イベント終わるまで、あとちょっとだ、グランツさんお代理様タワーありがとうございます、ありがとう、おひな様の方も書くね、ありがとう、おひな様、
夢に出てきそう。よいしょ、グランツさん、おひなさん、またはひなさま、よいしょ。今日もツイッチするつもり。ツイッチあとさ3日かと思ってたらあと4日っぽかったあと4日っぽかった。そう、うん、グランツさん、おひなさまとはもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ヘルプにイベント参加中にコラボ配信機能を利用するとイベントの配信ルール違反になる場合がありますと。ええ嘘でしょじゃあイベントしてない時しか無理ってこと。そんなのあるなんて知らなかった。何ギリギリすみません、いっぱい配信さされるやつ。1でもあと3回であの収益化いけると思ってた。あと4回必要だったみたい。だから今日もそれさ、今日は配信あと書類も終わって、書類もどんぐらいで終わっかな、10時半とかそんぐらいに終わって、でちょっと片付けする、さっきのあの料理したやつの洗い物をして、今回のイベントはコラボ OK、 あ、コラボ OK とかダメとかあるんだ、イベントによって。そういうことね、そういうことか。じゃあちゃんと見ておけば大丈夫か。なんだっけ、片付けして洗い物して片付け終わったら始めようかな。牡蠣の食べ放題、牡蠣の食べ放題ね、考えとかひなこが言ってたんでしょ。牡蠣の食べ放題って当たったことある当たったことあるからちょっとさ、ちょっと怖いんだけど一回当たった、一回食べ放題に行ってそれで当たったそうなんだよえ、普通に牡蠣、普通には食べる、なんか食べ放題が怖くなっちゃった、だからいっぱい食べちゃうじゃん、だから当たった。でも次の日最悪だった、その牡蠣食べた次の日になって当たってそう次の日はね、本当にあ、食べ放題ね、あ、私に言ってたのか知らないけど、私に行きたいって言ってたのか知らないけど考えとこう私はついてるから大丈夫、大丈夫かな。私と行きたいって可愛いな可愛いな、ひなこ牡蠣食べ放題ね、考えとくわ食べ放題は当たったのよ私前に食べ放題で最近食べてない生牡蠣。あ、そういえばさ、昨日ね、あのさ、家にある iPad じゃないな、タブレットのフィルムとペン買った。これでペンとフィルム届いたら書いてお絵かきしてアバター作ります。イベントでもらったやつちょっといっぱい作ろう。何個か作れるよね、3つぐらい、今回ので4つ作れるはずだから、ちょっとアバター作る配信でもしようかな、絵描く配信。ちょっとさ、私の見て、これ私のタブレット
アップル。これ友達がさ、これなんだっけ、 iTunes か、 iTunes だっけ、なんだっけ、これ買っててさ、コンビニでこれシールになってるから、それ2枚分もらってつけた。大嘘だよ本当に。アップル全然違う。つけてもらって頂戴って言ってもらった。これ私買ってないの。友達が買ったやつをもらった。捨てようとしてたからシールだけもらった。でここにつけた。いいでしょ。Windows、 Windows とコラボ、アップルの。いいでしょ。コラボさせた勝手に。コラボ商品。わかりやすい私のって。絶対コラボモデル10時半ぐらいまでしようかなって思ってる。イベント10時までだから、なんとちょっとだけ配信して終わって、ちょっとさっきの料理したやつ全部片付け、全部放置してきたから片付けなきゃ、片付けて、で洗い物終わらせてツイッチ配信する。ジョーズ怒って出てくる？いや大丈夫だよ。そう大丈夫。いいねって言ってくるきっと。かわいいこのシール。なんかいろんな柄あった。もらった。これカードもさ、iTunes カードだっけこれ。iTunes だっけ、なんだっけ、ちょっとわかんないけど、このアップルのカード、コンビニに売ってるさ、これもあの私が買ったやつじゃない。もらったシールつけただけ。いいでしょ。わかりやすい私のって。そうツイッチはちょっと今日長めにしようかな。ツイッチ1時ぐらいもやろうかな。ゲーム今日何しよう。エペするか、エペのランクも上げたいのよか、なんか違うのするか、まあ、とりあえずエペしようかな。とりあえずエペして、そう、ランク上げたいかな。うん、どうしよう、決めてない。フラゲー、はい、フラゲー、フラゲーか、フラゲーは、じゃあ分かった、こうしよう。あのツイッチの収益が通ったらなんか新しいゲーム始めよう。どうどう、そしたら画質も上がるんだよね確か。
それまでは持ってるゲームをなんかするわ。そうしよう。と、なんか席側が取ったら画質が上がるらしいから、そうしするよ。一旦ね、一旦今日合わせて3日だったはず、確か今日合わせて3日違う、今日合わせて4日だ、今日合わせて4日、確か、うん。それで妥協しましょう、優しい。もうちょっと待って、だから、あ、シーキの中で、あの腹毛を買うんです。確かに、そしたらいいかも。今日はエペしようかな。エペ何個あげます。なんかとインスタ、あ、確かインスタライブだとできるね。また違う日に聞いとこう。ショールームでできたら一番よかったんだけど、なんかできなかった。ごめんね、しようと思ってたけど。よいしょ、よいしょ。あ、みそちゃんもいるからすか、インスタだったらショルマしてないけど、確かにショルマじゃない。インスタって何人までできるっけ、4とかだっけ、インスタってどうだっけ、忘れた。何人までいけるんだっけ、コラボ4か、じゃあいけるね。じゃあ今度、じゃあひなのもそれならね、4人でしたらいい。いつか聞いとこうかな、今度。4人までいけるよね。やっぱセンチュリー苦手、センチュリー苦手苦手なんだって。練習しろってこと、確かにロング練習するのもありかもね。センチュリー苦手は弱いけど敵近くに来たらもう終わりじゃん、戦えないよ私。SMG 二丁持ちでも敵近くに来たらめっちゃテンパるんだから。昨日のレースが突っ込んできたやつ、虚空でめっちゃ焦った。だからセンチネル2丁なんて無理だな、遠くないと。難しい。あ、クレバーも苦手。苦手、クレバーも苦手なの。ロング苦手、ロングもショットガンも苦手だね。 SMG だねやっぱ。SMG。ロング苦手。でもまあめっちゃ前、一番最初の頃はチャラ使ってたけど、チャライ、チャレンジライフルやめたの、上手くなりたかったから。後ろからずっとチクチクするのをやめたの、したら苦手になった。あ、取り手がスナイパーだったの知ってる、知ってる。いつか変わったんだっけあれ、私始めた時には変わってたんだっけ、よく覚えてないけど。近距離以外、そう、近距離、近距離から中距離しか戦わないっていう。敵が遠い時はちょっと撃ってみるけど、まあ、当たんないよねみたいな感じでいる。
もうだって無理なんだもん。あと3倍とかも苦手だから、2、4倍とかも苦手、2倍までしか使えないスコップ遠い敵無理、届かない私戦えないっていう。それか、あでもリピーターも強いんだよね最近。リピーター持つのもいいな。 SMG2 丁が一番いいけど一番好きな武器構成。今日はどこまでランク上げるかな。昨日ブロンズ3だっけまで上げた気がするから、じゃあ今日はちょっと昨日より長めにできるから、そうだな、じゃあブロンズ1まで目標で上げようそれ目標で。そうする、リピーター良くなった？わあ、わあ、あ、フロマンさん、ひな祭りタワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうみんな。2000目は卒業しました。もういい。もういい。2000目。私2000目でこんなん言ってたらさ、夜間警備できない気がするんだけど。いけると思う。夜間警備ね。リピーター弱くなったら何つこうかな。何がいいのかな。ロング持つべき一丁は。フロマンさん。ひな祭りだわ。さん、ひな祭りタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。みんなありがとう、たくさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。卒業させない、おめでとうよ、やめてよ違うからげってこと。あれか、あれげね。あ、とりあえずね、収益化取ったらなんかやってみようかな。これげ8番出口ホラーじゃないよね。8番出口とかなんだっけ、あ、夜間警備とか。夜間警備はホラーげでもね、違う、結構ホラーな場面あるはず。怖いな怖いな。夜間警備、ひなこがもう配信終えるって。上通るまであと8分あるよ、ひなこひなこフ状況によって途中ロング捨てて持ち帰られる。確かに。じゃあ今日ちょっとロング持ってみるか。ロングだったら何がいいと思う、エペ詳しい方センチネル、ひなこまだよ、ひなこまだよ、そうひなここのタイミングで始まりましたいや面白いな、ひなこいやさすがだな、ひなこ
やっぱ面白いここまでやったんだったら配信を、配信じゃないイベント終わるまでやればいいのにあと6分だから終わるまでやればいいのにねひなこっぽいけどフフ10時ひなこらしいわえセンチネルがいい？センチネル持ってみるか。センチネルね、分かった持ってみよう。苦手だけどめっちゃ下手かもしれないけど持ってみるか。あ眠いって言ってたのか。じゃあ仕方ないね。あと6分やって寝ちゃうかもだから泣こらしい面白い。次なんかイベント出んのかな、ひなこ次も辞めるマニアにそういえばイベント参加してたの忘れてたって言ってたやっぱひなこだなひなこだな、やっぱだと思ってたけど、なんか1位狙いと、1位狙いは無理よ見て、はあ、1位の方もうトップ3からすごいけど1個上の方たちからもうねすごいすごい今2位の方めっちゃ昨日から上がってる。1位の方すごいよね。もうレベチそう55位まで行こうかと思われるけど、ひなく今55位すごいギリギリだ。えこれがボーダーゲーってやつかボーダーゲーだギリギリすぎるでしょSS ランクすごっ、さすがだな日向がちょっと難易度終わるかみたいな。あと3分だって、あと3分で日向が55位で終わるのか、抜かされちゃうのか、56位になっちゃうのかボーダーゲーやってるからみんなこうめっちゃ面白い。56位の方配信してる？怪しいぞ怪しいぞめっちゃ面白いひなこSS ランクが10人、ランク S が30人、ランク A が60人っていう定員が、え知らなかった、えそうなの、えじゃあ SS って10人しかいないの、はあ、すごい。 S ランクも30人なんだ。ランク A は60人、私今ランク A だから60人中入ってるってこと。ありがとうみんな。じゃあ上位100人ってこと。ありがとうございますみんな、ありがとう。そのうち3人出てる、やばいね、確かに激戦だ。じゃあすごっ、SS10 人しかいないんだね、知らなかった。56位になってたひなこ、あ惜しい惜しい惜しいよ、あとちょっとだった
ボーダー失敗しちゃったね。めっちゃ面白い。じゃあ SS ランク目指すか。じゃあ10人。でも SS ってやっぱそうだよね。ね、ボーダーもうちょっとだったのに。でさっきあと1分で出てたよ。今日3回も配信してたの、ひなこ。めっちゃすごいじゃん。あ、風富人さん、おひな様とは2つ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。今日配信始めた時も投げてくれてありがとう、ありがとうございます。一応抑え込みとはありがとう、ありがとう。目指せ SS。 ちょっと SS 目指すか。あ、グランツさん、これはあ、終わった、終わった、イベント、ありがとう、ありがとうございました。これなんだっけ、これ必死持ちだっけ、違ったっけ。あ、イベントもありがとうございました。多分4位で終わった。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。今日始めた時7位だったのに、ありがとうございました、ありがとう。ちょっと何選ぶかをまた決めよう。チキンにしようかと思ってたけど、ちょっともうちょっと考えてみよう他のやつを。ありがとう。多分4位、多分。書くね。グランツさんのこれ岸餅だっけ、岸餅タワー。え、合ってるねえねえ。これ合ってる名前、なんだっけ。誰か、あ、岸餅で合ってる、よかった。岸餅タワー、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。4位、ありがとうね、みんな楽しかった今回のイベント。ひしもち、風とみとさんが、おひな様とは、以上、ありがとう。ちょっともう一回、桜、お花みたいな、ただのお花、桜っぽく描けない。風富人さん、おひな様とは、ありがとうございます、ありがとう。二つもありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ね。ケア音声も並行して見てたから4位の間違いだね、間違いないと思う、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうね。とグランツさんがひしもちと、明日もちらし寿司食べよう、明日起きて朝ごはんにちらし寿司とお吸い物。お吸い物さ、4人前あるからめっちゃ量多いんだよね。下も食べよう、ひしもち。ひな祭り抜けてない人みたいになっちゃう。
なんで4人、なんかレシピが4人前のレシピだったから、もうそっからこう2分の1で作るのも良かったけど、めんどくさかっただから4人前で作った。豆腐も一丁使い切りたかったから。いや、グラントさん、ひしもちタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。みんなありがとう、たくさん。おかげで多分4位。ウニ前全部食べてない、さすがに食べてない、残ってるわな。あとね、大きいお麩入れたから、お麩が結構吸って3人前ぐらいになったかも。お麩が吸ったからこう水を吸ってほかにもない。今日は、いや、お吸い物とチラシ寿司だけ。そう、大きいお麩買ってきたの、仙台麩っていう。4位の景品はね、こっちのスマホで見ようか。なんかいろいろ選べたよ、4位もイベント。イベント携帯でこっちで見えるよね。よいしょ、ね、イベント過去のイベントか、これか。よいしょ。4位が選べるのは、ね、3から24の中からだから、3から24、私4位で終わったけどさ、イベントのさ150万ポイント達成してたよね。ちょっと待って、わかんない。してなかったら、あ、120万ポイントか。あ、してるわ、してる。150万ポイントじゃない。してるか。よかったよかったよかった。3から24。150万はサイネスだった。間違えて読んでた。3から24だから、3は電子書籍リーダー。3。電子書籍リーダーか、防水石鹸の小顔ローラか、Amazon ギフトカード1万5000円分。すごい。か、チキカメラか、コスメセットか、プロジェクターか、旅行カタログか、コンデンサーマイク。選べるお肉のカタログギフト、Amazon ギフトカード5000円分。大きな熊ぬいぐるみ。置けないでも。置けない。また、デジタル体重計、ヘアアイロン。スイーツのカタログギフト、モバイルバッテリー、動物カチューシャ、韓国コスメのアイシャドウパレット、洗濯用洗剤の詰め合わせ、ミニカタログ、フェルトセット、使い捨てホットアイマスク、チーク。何にしようかな。上に行けば行くほどいいやつだから。何にし、あ、お皿揺れちゃった。何にしよう。でも、もうちょっとしたらさ、商品選んでくださいみたいなやつが来るはずだから、それ見てから選ぼうかな。どういうのか、どういうのか、なんか これはこれですみたいなやつが来るはずだからそれ見てから選ぼうかな。アマゾンギフトカード1万5000円もいいねいろいろ買えちゃう。
そう、チェキもいいんだよね。でもどうしようかな。旅行カタログとかもいいね。旅行カタログってどんなのだ。天城屋1万5000円でお肉買う。あ、それもあり。お肉カタログもあるけど、でも天城府の方が上にあるから、お肉カタログより天城府の方がいいよね多分。だからえ、こういうのっていうのが来てから選ぶ。もうちょっと待とう。そう、ちょっとちゃんと悩んで決める。天城風確かにいいね。そう、ちょっと選ぶ、ちゃんと悩んで決めるわ。確かに天城風ありだね。それでね、お肉、いいお肉買うもありだし。確かに値段的で言ったら天城風が一番いいのかも。あ、ちょっともうちょっと考える。そのお知らせで来るから今度。なぜ値段調べ高いのに、そしちょっと調べようかな。まだ分かんないから、どれがどういうやつか。もうちょっとしたらね、多分お知らせで来るの、受信ボックスのとかに。もうちょっと調べてみ、来てから考えよう。ありがとう、みんな、みんなのおかげでいろいろ選べる。ありがとうございます。ありがとうね。あとイベントの4位の特典ももらえるはず。ん？ 4 位の特典がそれか。もうちょっとごちゃごちゃになってるわ、前のイベントと。ああ、これじゃない。そう、4位の特典がさっき言ったやつ。あとアバター、オリジナルアバターね。オリジナルアバターがもらえる、嬉しい。オリジナルアバター、制作権が、これで4つ。ちょっとだっけ、今まで1,2,3,4,4つ4つ作れるからいっぱい作ります。ちょっとペン頼んだからさ、フィルムとペン、それが届いたら書くね。どんなのにしよう。それ作る配信今度する、届いたら。今週中には届くはず。昨日買った夜に、配信終わった後に。そう、アップルで作る、これでね、コラボのやつで、これ。これで、あの、書いて作る、これ用のペン買った。これで作る。勝手にコラボさせたやつで、勝手にコラボさせたサーフェスだっけ、なんだっけ、名前が分かんない。それで作る。コラボ。男の子派と Q ちゃん派があります。やだよ、そのアイコン。やだよ、そのアイコンがいるんでしょ、コメント欄に。やだよ。怖いよ、そんなコメント欄にいるの。ちょっと
可愛いのをね作る、頑張る。キューちゃんはいいよ、いらないいらない、怖い、いつも一緒、やめてやめてやめて、ウミンそっくりは NG くらいそう。キューちゃんとかもダメって言われそうじゃない、権利的なやつで。だからダメだね、そうだな、そう。権利でダメだよきっと、だから違うのにしなきゃ。違うのを作ろう。完全なオリジナルのやつ作んなきゃ。キューちゃんに権利ない。いやあるよきっとキューちゃんにも。キューちゃんはいける？いやいやダメだよ。作りたくない。可愛いのを作る、可愛いのをね。また今度作る、配信する、書きながら配信。あんまなんこういうタブレットでさ絵描いたことないからやり方すら知らないんだけど、多分できるよね、できるよね、多分知らないけど。キューちゃん人気だな。トイレットペーパータワー、トイレットペーパータワーのアバター。異様なんだけどその配信のコメント欄。知らないんかい、やり方あんま知らない。やったことない、てかタブレットにペンとか持ってなかったから初めて買った。絵描き、あ、村の絵描きソフトをダウンロードしたらいける、じゃそれでやるか、やったことない、ステラップ買おう。ありがとうございましたにしよう。ハート、ハート燃えてるのじゃなくて、なんか国とか手でハート作ってるやつ。誕生日作るストレートペーパータワー、やだーそんな誕生。シュール。シュールだよ。指でも描ける、いやじゃあ指は描きづらいよ、だからそうペン買ったの、綺麗に描きたかったから、せっかくアバター作るからそれで描くから。そうクオリティこだわって。いつかさこのなんかイラストのイベントもあるじゃんショールーム、あれでさ出てそのイラストのアバターも欲しい、いつかイラストの権利のイベントみたい、イラスト権利かな、なんかイラストを描いてくれるみたいなイベントあるじゃん、あれに出てさ可愛いイラストを描いてもらってっていうのもしてみたい、でそれでアバターをね作ってもらう、可愛いアバター、そう代わりに描いてくれるやつ、イラストレーターの方が書いてくれるやつ、私の好みのイラストの方に、方のイベントやって、それもいいよねって思ってた前。そう、ツイッチ発信して視聴者からエシスの尖らくじゃない。確かになんかよく見るそういうさあのエペの配信者の方とか視聴者の方から書いてもらうやつ。ツイッチね収益化通ったらさ確かスタンプとかも出せるはずだよね、ツイッチのコメントで使えるスタンプ、ああいうのとかね、普
通に自分じゃ書けないあんなの書けない、書けない。なんかこの配信者の子が描いてもらってたけど、さすがプレイヤーって感じの絵だった。今度一回出てみようかな、なんか探して、なんか私が私の好きな絵の雰囲気の方のイベント。出てみよう。なんかね、自分が描くやつもいいけど、やっぱね、うまいプロの方に描いてもらったさ、アバターも欲しいじゃん、一個ぐらい。だから可愛いの。今度会ったらそれに出てみるね。でそんな絵うまくないからな可愛いアバターが作れないスイッチスタンプ楽しみ。スイッチスタンプをまあとりあえず収益化だね。収益化通してどうしよう自分じゃ書けない。私のも可愛い？私の今クマのやつしかないけど、クマのハート持ってるやつ。クマしか描けない。自分で描いたのが、自分で描いたのが何て書かれたプロの方も描き、あ、そうなんだ。じゃあ早く描かなきゃ自分の。また可愛い、ありがとう。クマのやつ。私の好きなものを入れた、クマと水色。水色好きだから、多分いろいろ頑張っててかっこいいぜ。ありがとう、ありがとうな。ありがとうな。スイッチはな、時間だけじゃないからな、今日長くできるけど、日にちが、日数があるから。私のイベントも楽しみにしてる？ちょっとイベントできるように頑張ります。開催できるように、個人の。私の好きなのクマとひなこ入れる。次ひなこのアバター描くってこと。私のアバターに私の好きなもの。ひなこも好きだけど意味わかんなくなっちゃう。私の配信なのにひなこ出てくんの。またプロに書いてもらうのすごい。なんかね、プロに書いてもらえるイベントがあるの。1位になったらそのイラストもらえるやつが。でそのイラストを、あの30万ポイントでさ、大体どのイベントもアバター作れるじゃん。その権利を使って、アバター作る権利を使って書いてもらったイラストでをアバターにするっていう。できるの、イラストのイベント。実質コラボ配信、ひなこのアバター作って。コメント欄みんなひなこになっちゃうじゃん。ショルームのクマのぬぐるみが1位になって、でかいクマのぬぐるみ、それね、最初に出るか迷ったの。めっちゃ一番最初にそのイベントに出るか。でもクマをその1位じゃなくてもさ、2位でもさ結構でかいじゃん。どこに置くと思って、置ける場所ないから諦めた。そう、めっちゃ迷った出るか。結構毎回やってるよねあれイベント。
熊ゆべ熊ぬいぐるみイベントやってるけど、置く場所がなくって諦めちゃった。熊ぬいぐるみあるけどそのイベントじゃない。そう、あれはねショールームの、結構前、いつだっけ2年ぐらい前のなんか誕生日の時に何万ポイントか達成したらもらえるっていうショールームの熊のぬいぐるみのバースデーバージョンのやつ。そう、あれは違う、あれはねだいぶちっちゃい。その熊のぬいぐるみイベントの1位のは120センチとかだっけ、違ったっけ、もうねかなりでかいのだから。で2位でも80センチ。そう、もしよ、もしもしそんな、あ2メートルだっけ1位2メートルもやばいけどな。もしその1位2位になったとしても熊を置けるスペースがないから諦めた出るのいつかね、クマが欲しいんだけど、そのでかいクマが欲しいんだけど、ぬいぐるみそういつか部屋に置きたいっていう、そう夢はあるんだけどちょっとね部屋のスペースが足りないから諦めた。めっちゃでかいよねクマのぬいぐるみ大きいやつ欲しいけど置けない、置くところない。夢とクマベッドを占領する大きさ置けない置けない。だから諦めたの。そのイベント出るかめっちゃ迷ったけど、スペースができたらあの出ようかな。そのイベントベッド捨てるしかないわ、やばい、クマのためにベッド捨てるってことやばすぎ、どんだけそのイベントにかけてんのやば、クマ優先しすぎクマベッドにするってことやばい、やばすぎる。ソファはねうちじゃないのよ、もともと座椅子を使ってるの。めっちゃ前にバッドバドエスだっけのカタログギフトでもらっカタログギフトで頼んだ座椅子使ってて、でもそろそろね買い替えなきゃいけない。なんか座椅子買い替えたいの。それずっと使ってる。今はね何も座ってない、あの床に直で座ってるクッションとか敷いてない座椅子は目の前にあるけど座ってないちょっと持ってきてない。こっちで冷たくないよ、うん、やったかい。ちょっと配信終わったらダボ切る、ダボついてるから痛くない、全く。目の前に座椅子があるのに座椅子に座らずに床に座ってご飯食べてた、うんいや結構あったかいよ、暖房つけてるから。床暖房じゃない普通の暖房。あとでスイッチするからパソコンつけるときに暖房消す。あったかくなってきた、だいぶ。よいしょ、座椅子使ってないここにあるんだけど、ここにね座椅子が、よいしょ、ちょっと充電器が長いな、取ろう。台数は、うん、いけるかな、なんか大きいから、あいけるかな、これ台数
っとめっちゃ縦になった背もたれが。奥行きが足りない。これ座椅子よいしょ。座椅子、あ、座椅子いいね。持ってきた。これがバッドフェスのカタログギフトでもらった座椅子座椅子買うの、いやね、ここの隙間的に幅、スケートの幅的に入んないなって思ったから持ってきてなかったの。幅がでもそろそろね、買い替えようかなって思ってる。ちょっとこれ手もたれ倒れるよ。じゃあ13位からランキングもかな。30分になったからちょっと配信一旦終わって洗い物とか片付けをしてツイッチに切り替えます。じゃあ13位からランキング見ます。13位、りょうさん、ありがとうございます。12位、キッシーさん、ありがとうございます。11位、ベビースターアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。10位、ヤスさん、ありがとうございます。9位、おでこサンシャインさん、ありがとうございます。8位、ゆうやさん、ありがとうございます。7位、きょうなつアットマーク、今日も明日も明後日もきょうかわしいさん、ありがとうございます。6位、おんまさアットマーク、今日もきょうかちゃんがかわいいさん、ありがとうございます。5位、フロマンさん、ありがとうございます。4位、T さん、ありがとうございます。次3位、かざとマーク、きょかたむずさん、ありがとうございます。2位、かぜとみとさん、ありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク、きょかたむずさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうね、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。何時間ぐらいした？3時間ぐらい？ありがとうございました、みんな。ありがとう、長い時間見てくれてありがとうございました。たくさんギフトもありがとう。イベントお疲れ様でした。ちょっとさ、配信1回さ、2回ぐらい切り替えちゃったから途中のギフトくれたけど、たくさんありがとうございました。7位から4位、ありがとう。多分4位で終われた。ありがとうございますありがとう、みんなのおかげ、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。この後はツイッチに切り替えます。スイッチ配信、準備ができ次第、片付けして準備ができ次第、11時過ぎぐらいからかな、11時過ぎぐらいから始めると思います。イベントもお疲れ様でした。明日からもね、なんかなんだっけな、明日からもなんか、なんだっけ、明日からはね、なんか応募してなかったぞ。ちょっと待って、明日はうん、出てこないうん、なんだっけな、なんか旅行ギフトのやつだったはずです。確か
あれはしなかった。なんかなんだっけ、なんちゃら背景がもらえるイベント、背景がめっちゃ可愛くて迷ったんだけど、スチームバンク、こっちにはしなかった。明日もう16時ぐらいから始まるね、イベント。明日も夜多分配信すると思います。じゃあ明日、次からの次のイベント、こっちの携帯で見たら多分分からず、後で見とくね。じゃあ一旦終わってスイッチに行きます。ありがとうございました、長い配信旅行券もらえるみたいなイベントだったはず、それに申し込んだ。じゃあ次ツイッチ30分後ぐらいから始めれるはず。準備早く終わらせるね、いろいろとパソコンに切り替えたりするんで。じゃあまた後で、ショールームはまた明日の夜します。じゃあね、ありがとうございました。また後で、ありがとうね。